履歴書。履歴書とは、学業や職業の経歴など、人物の状況を記した書類のことで、就職や転職時に専攻用の資料として用いられる。また、学歴や職歴によって、給与や資格などを決定する手続き、査定において、それを証明する各種の書類と共に提出する。履歴書は、法律で書式を定められているわけではないため、 基本的に自由形式である。なお、アメリカ合衆国を呼び、カナダの英語圏地域にて用いられるレジュメ、日本では英文履歴書とも呼ばれるは、日本でいう職務経歴書に近いものである。芸能人では芸歴書と称するところもある。日本では日本工業企画、JISZ8303、帳票の設計基準の付属書への企画に従った。 履歴書用紙が市販品として流通している。JIS はあくまで製品仕様の工業規格であって、個人に仕様を義務付ける法令は存在しない。JIS 規格の他に、一般用、転職用、パート、アルバイト用などの様々な様式がある。通例、履歴書を作成するときは、市販の履歴書用紙に必要事項を記入し、上半身を写した証明写真、縦4センチ。 横3センチが一般的を重複することが多い。用紙サイズは B4 タイプ2つ折りにして B5 サイズが主流だが A4 タイプのものもある。最近では履歴書は市販のものだけでなくウェブサイト上からダウンロードしたものやマイクロソフトワードや PDF などのファイルフォーマットを指定する企業も増えている。先行で不採用となった場合、 不採用を伝える、胸の書面とともに、履歴書を死亡者に返却する場合はあるものの、法律で義務づける根拠がないため、募集時に、履歴書は返却しない、廃棄する胸提示する、事業所も存在するが、記載された、個人情報が漏えいし悪用される、危険性もあるため、近年では問題視されている。また、選考を辞退した場合も、死亡者本人に返却する場合があり、 どちらにしても履歴書の返却は法律で義務付けられていない。個人情報の保護に関する法律施行後は、履歴書を就業利用以外に利用したり、漏洩した場合安全管理措置義務違反として行政処分の対象となるが、故意に返却しない行為は処分の対象にならない。JISZ8303 の解説に以下の項目についての様式例が挙げられており、 これに従っているものが多い。用途によっては、これ以外の欄、特技、趣味などを設けた様式を使用したり、就職活動では大企業や中堅企業で、エントリーシートと呼ばれる独自の様式を使用する場合があり、印鑑も必要とする場合がある。印鑑は、シャチハタは、不可とする企業も多い。最近では、携帯電話の電話番号や電子メールアドレスを、 記入することが多く、逆に偽造防止の観点からも、印象は陰影で偽造され、なりすましや銀行預金が引き出される危険性があるため、記入欄から削除された。誤字、脱字など書き損じた場合は、修正液や訂正印で書き直さずに、再び新しい用紙で書き直す。市販の履歴書によっては、記入項目に大きく違いがあり、趣味、特技、 得意学科、性格、家族欄があるものから、職務経歴書が付属されているものもある。かつては、本籍欄、家族構成欄がある履歴書も多数市販されていたが、ブラック差別や思想、心情の選択につながるという問題から、現在では設けていない。また、昇伐欄についても、前科紹介事件において、前科は、本人の同意なくみだりに開示されないと、 最高裁判所で確定判決が出されたことから現在では設けていない。履歴書を一律に指定する法律はないため、求められる書式や作成方法は一定ではない。日本の場合一部の企業や公共職業安定書、ハローワークなどは手書き、自質で記載するよう指示しているが、パソコン、ワープロ、表計算などで作成し、 印刷ししたのをすするるるる。か、電子メールに添付し送信するよう求める場合もあるパソコンやプリンターがなくまたは電子メールが利用できない場合は手書きでも構わない求人情報などで履歴書の提出を求める場合のどちらにすればよいかを指定することがほとんどなく応募者も判断に迷うためインターネット上でもパソコンと手書きのどちらが良いかで論争が巻き起こっている 完全な結論には達していないものの、少なくとも現在は手書きパソコンへの過渡期を迎えており、2005年時点でパソコンを許容する企業も約95%を占めるようになった。欧米の場合、日本とは対照的に手書きの履歴書はビジネス文書として職業意識や技能が欠けているに欠けることができないなど、理由により先行から外れるため、企業から 別途指定がない限り、必ずパソコンで作成する。手書きで履歴書を作成すると、手間と時間はかかるが、パソコンであれば、短時間で同じものが何枚も作成、複写できる上、誤字や内容の変更、住所の変更、資格の追加なども容易に修正できる。つまりパソコンを使った方が、多くの企業に応募ができるため、そういった意味では、パソコンで、 履歴書を作成した方が有利と考えられ、さらにパソコンがある程度扱えるという証明にもなるが、前日通り短時間で大量に作成できることから、およそ半数の採用担当者は手間をかけた手書きの履歴書の方を評価するという超結果もある。また、手書きの文字には人柄が現れるという考えの下で、あえて手書きの履歴書のみという条件をつけ、 それ以外は採用しないという企業もある。手書きに手間と時間をかけるのを嫌うことで、応募者が減るため、人事側としては、手間が省ける。しかしながら、手書きの履歴書を書いてくる応募者が、そうでない応募者より良い人ということは一概に言えず、他の部署にとっては、自ら選択し、応募者をわざわざ狭めているため、企業全体としては、むしろマイナス要因とも考えられる。 さらに応募者側から見ても就職活動において良い印象を与えない。また、合否の判定に仕事のスキルとは関係ない。履歴書やエントリーシートを書くのに手間をかけられるかという条件がまず上がるため、企業側が求めている人材として履歴書を手書きで書く熱意、手書きで丁寧に書けるかを重視するが、実際は建前であって、単に人事部の手間を省くための方便だと考えられる。 場合も多い。アメリカ合衆国では、紙の履歴書もごくわずかに使われてはいるものの、インターネットの普及以降は、ジョブサイトやリンクティンで就職情報を交換するため、ファイルフォーマットでの履歴書が合理的かつ一般化している。また応募者の熱意や忠誠心などの精神的なものより、即戦力として貢献できるかを重視する実利的文化風土のため、 電子メールに履歴書を添付したり、ファクシミリで送ることも一般的である。特に、ある程度以上の規模の企業では、実際の募集部署に履歴書が届く前に、人事担当者や就職エージェントによる前段階選別、プリスクリーニングが行われ、ファイルフォーマットの履歴書は、募集職に関連したキーワードをコンピュータで検索するのに適しているので重宝がられる。 逆に手書きの履歴書は書き手によっては読みにくい場合があることとパーソナルコンピュータでビジネス文書の作成すらできないことの証拠にもなるためまず使われることはない。特に定まった書式はなく自由形式であるが典型的には以下のような項目と順序で作成する。日本の履歴書を比較すると以下の事柄が特徴的である。また記事、出身。 就業可能資格、市民権、詐称確認以外の目的での国籍、信仰する宗教、宗派、家族構成、健康、障害者状態などによる就職差別も同様に違法となるので、会社側は要求できないが、記載することは本人の自由である。ただし、麻薬、覚醒剤などの違法薬物の使用の前歴の審査は厳しく、 会社によっては採用決定前に会社の指定する検査機関で薬物使用の有無を検査することを要求される。同様に過去に重罪の反撃がないかどうかを専門機関に調査させる会社もあるが、この場合も調査に必要な情報、現在及び過去の氏名と住所、青年月日、社会保障番号などは会社には渡さず調査機関のみに開示する。 履歴書のスペースに書ききれない、自己 PR 及び、熱意の表現として、カバーレターと呼ばれる、簡潔な手紙を添えることもある。自伝や歴史などのタイトルとして、の履歴書などの表現を使うことがある。例、巨人、大砲、卵焼き私の履歴書、大砲公記書、辛抱の履歴書、水戸泉正樹書、日本経済新聞リレー連載コラム、私の履歴書。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。